スタートしましまきれいなスタートを切りました10レース岩手県馬事振興会会長杯第4回早手スプリント先行争いですがまず外目から上がっていくのがボーインタイムかあるいはノーノーイエースいきましたスクリーンハッピー押しながらとどいわガーデン内2番の800を通過して内2番のインの軌跡ですこの県内その後ろですがスクリーンハッピー内を進んでディアシェダル外目からレイザースマイル後方には常う内3番のマーチンそしてしんがりから綾野番祭ゴール前600通過34コーナーです先頭5番とどいわガーデンリード一馬慎 2 2番手内2番手リンの奇跡外に並んでおりますのがノーノーイエースですさらに6番のレイザースマイル上がってくるボーインタイムその後ろ400通過4コーナー入ります5番のトドイ岩ガーデン先頭リード一馬身で直線構成内から2番リンの奇跡内を救ってリンの奇跡ですその後ろですが外目から上がってくるのがオレンジの帽子ノーノーイエース現在2番手の外200を通過トドイ岩ガーデン内に進路を取ったトドイ岩ガーデン内に進路を取っているその外目から厳命にやってくるのが6番のレイザースマイルあるいは7番ノーノー,8番ノー,ノーイエースですが差がつまらない5番のトドイ ゴールトドイワガーデン,ガーデン最後は突き放しての圧勝でした6番8番のノーノーイエース6番のレイズアスマイルこの2頭2番手の争いです5番のガーデン圧勝です